皆さん、こんにちは。クジャク TV のちぬです。本日はとってもとっても素敵なゲストがいます。では、ゲストの自己紹介。こんにちは、皆さん。アレキです。ロシア人でモデルと YouTuber 活動をやっています。よろしくお願いします。あやちゃんと結構前、半年前ぐらいにコラボを何回も撮ったことがありまして、なんとその後はあやちゃんは帰国しないといけないことに。では今回はあやちゃんとこうロシアに帰った時にどんな感じでしたとか、どんなことが恋しかったとか、逆にロシアに帰って、あ、これがもう慣れなさすぎて驚いたみたいな逆カルチャーショックについていろいろ聞いていきたいと思いますが、先にちょっと簡単にどうして日本に来たとか、どれぐらいいたとかっていうストーリーを若干聞きたいと思います。はい、じゃあ何から始めようかな。で、子供の頃からずっと日本のことを好きで、それでまあ一旦行ってみたいなって思いまして、それで20歳の時は1回だけで、まあ、1週間しか滞在してなかったので、また行こうかなって思ってです。前回は4回目でした。もう本当に日本行きすぎて、それは1年の中に なんて説明した方がいいんだろう。その2019年1、2回で、2020年1、2 本当にもうこんな感じで、でその4回目はちょうどコロナの時期になっちゃって、それはまあちょっと帰国さすがに最初から無理でした。だから本当に長くいられました。長くって言ったらまあ1年半です。まあ、それまでずっと延長してたので、その短い観光ビザ延長で1年半年でもやっぱコロナが収まってきてからちょっとやっぱ帰らないといけないとか思い出されたかな普通に。そうですね、私のビザでいられなくなっちゃって、それで、まあ、帰ってくださいみたいな。日本のビザの手続きとかそういうのいろいろビザの関係はすごい難しいなので、まだ次はどうやって行けるかわからないですね。でももともとは観光の目的で来て、でたまたまコロナが始まっちゃって、はい、帰れなくなっちゃって、なんか1年経って、でもさすが4回目かそうなことはあまり考えずに、その日本にどうやって残るかでいろんな日本人と話してみて、まあ、相談とか乗ってくれるかなって思いました。ビザのこと、まあ、本当に長かったのでなかなか難しいですよ。その1年半でも、あってもなかなか仕事とかそういうの、なんだろう、大学が卒業していないからそれで難しいですよ。まあ、会社とか入るのはちょっとコロナも収まったし、はい、他の海外の方が結構来やすくなったので、これからチャンスはあるんじゃないかなって。早く来てほしい。でも次は観光ビザではなく留学、その短期間のコース、日本語の短期間のコース、日本語学校行ってみたいかなって思ってるんですけど、まだそのビザどれぐらい厳しいかわからなくて、大使館に行ってみてもし OK だったら今年は日本に行きます。早く祈るしかないんですよね、それは。今は現在ロシアではなくてフィリピンにいます。そうです、6月、今年の6月ぐらい、私なんか海外とかどっかその今の環境ではなくて、もうちょっと脱却な環境が欲しいなって、ちょっとアジアの国に行ってみたいなって思ってから、一番行きやすいアジアの国どこなのって調べてみて、フィリピンかタイか、あとなんかあった気がするんだけど、なんだかんだっけフィリピン選べました。いや本当に謎なんですよ。なんか日本人いそうかなって。ちょっと調べて、そのフィリピンにいる日本人とか、まあ、インスタグラムとか
調べて、それで私日本あのフィリピンに行くので仲良くしてくださいみたいなでフィリピンに来て、あでも最初から、まあ、すぐに友達に会えるとか、まあ、会うとかじゃなくて最初から1週間ぐらい一人です、なんか観光してた時なんか本当に雰囲気全く違います、日本とロシアと比べたら本当に違います。でもそれはそれで面白いです、なんかあったかい南国って感じですねあそうですよ、みんな結構言うんですけど治安が悪いとかそういうの、まあそうかもしれないですよ、場所によって治安が違うかもしれない、今いるところは最もいい治安なんですよ、そのマニラの中にマカティっていうところ、聞いたことありますか？ないです。マニラしか聞いたことないです。で、ま、マニラの中にあるんですけど、その地方がマカティっていうところで、すごいいい感じで、ちょっと日本っぽいかもしれないです。なんか今も現在、日本のバーにいて。そうです。日本のバーにいます。ちょっと宣伝させて、させてもらいます。なんか、このバーは日本人が作ったバーなんですけど、よくは日本人しかいない、私来た時は日本人しか いませんでした、すごい楽しい雰囲気でみんな日本語で喋っててすごい楽しかったんですよ。で、今やってるのは一日店長企画みたいな、その挑戦してみたらみたいな、でその、うん、みんな YouTuber さんこうやって酒を作って一緒に飲んでみたいな、こうやってバイトっていうか、まあなんかお店の宣伝もできるし楽しく時間も過ごせるからすごいいいところですよ、もしマニラに来たらぜひここも来てくださいよ。楽しそう。バーレストバー78っていうところです。もしフィリピンにいる方がいらっしゃったらぜひお願いします。こう全体的にロシアに帰ると逆カルチャーショック的なことってなんかなかったですか？全体的にその店員さんの態度とか、そういうなんか病院に行く時の会社さんの態度とか、それは日本とは全く違って、そう病院に行ったんです、その病院に行ってすごいそこに行ってくださいとか、そこに行ってくださいとかじゃなくて行っておいて、何もあってか、そういう態度はちょっと日本と全く違うなって、それはロシアにはないのはちょっと、まあ、カルチャーショックみたいなのは確かにありました。うんうん、そうですよ、日本はすごいおもてなしっていうのが強いんですね、特に外国人にはすごく、まずサービスも全体的にすごくいいし、はい、丁寧ですし、まあ、おもてなし、外国人に対してはとこ別に優しいというところもありますね。そうです。うん、ちなみにあやちゃんの実家の動画がすごくすごくなんか面白いので皆さんぜひ見てみてください。 ありがとうございます、うん、よろしく概要欄に貼り付けます、見てください。お願いします。とじゃあなんか他にこうカルチャーショック的なことってなんかありましたかね、日本から直接ロシアに行って、 はい、あこれは違うなって。今回、はいはい、って言ったら車がいっぱいあるところで、日本と比べたら地元の方がうるさいかなって思いました。あと古い車が多いので、それでちょっと空気が汚くなっちゃって、それで数時間ぐらい散歩したら頭痛くなったりとか、それは最初から慣れなくて、まあ後で慣れてくるんですけど、その例えば私も実家から都会の方に来てすごい頭が痛くなったりして、だから疲れるって感じ、東京に来てそういうのはならなかったんですよ。実際になんか渋谷とか新宿って言えば本当に真ん中にあるんですけど、そんなにすごいうるさいところとかすごい汚いところとか言えないんですよね。普通に日本はいい感じだと思います。綺麗ですね、街が。
まあ、ちょっと汚いところもちょっとありますけど、まあ、そう、うん、あと本当に車もそうですよね。なんか日本では新しい車が多くて、はいはいはい、そうです。それに比べてロシア、うるさくないし、うん、あと道路が綺麗、そうです、日本の方がちゃんと洗いますね、日本人。結構ですね、ロシアの地方でしたら道路がボロボロのところが結構多くて、そうですね、うん、それはまた日本の特徴、うん、確かにこれは本当は逆カルチャーショックはしょうがないなってなるんですけど、それはすごいショックみたいにはならなかったんですけど、うん、あ、確かにそれはロシアだなってじゃあ他に何かこうロシアに帰ってこれは日本と違うなって思ったことってありましたか？地元に帰ってきて、やっぱ日本のその道路がすごいなんかまっすぐっていうかボロボロじゃない状態で、まあ、それはやっぱロシアはちょっと違うなって、本当に都会でも田舎でもあまり変わらなくて、どこでもボロボロって感じなの。どこでもあるそういうところ、うんうんうん、ないところもあるんですよ。綺麗なところもありますね。真ん中でめっちゃ綺麗な道路もあるんですけど、日本だったら本当にど田舎でもすごい綺麗なんです。みんなちゃんとしてるなって、なんかそれでちょっと寂しいな、うん、なんか山道とかはちょっとあれなんですけど、本当に私の地元だったら、はい、まあまあ普通の道、アスファルトの道なんですけど、お父さんお母さんの田舎に行くともう本当にほとんど山道みたいな、はいはいはい、感じ。どこでも。じゃあ今回は皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。あやちゃんもいつも面白い話本当にありがとうございます。よかったです、ありがとうございますでは、あやちゃんのめちゃめちゃ面白い動画がいっぱいあるチャンネルを概要欄に貼り付けますので、皆さんぜひチャンネル登録、動画の視聴お願いしますありがとうございます。よかったら見てみてください。では今回はここまででした。バイバイ、はい、ありがとうございます。